幸福の科学さんからこういった薄い書籍をいただきました。で、少しずつ読んでいきたいと思うんですけども、まずね、来世の幸せをつかむって書いてますけども、まあ来世の幸せも大事なんですけども、今私たちは今を生きてますから、この瞬間の幸せもつかみたいと思うんですよね。できればその方法が分かればと思いますけども、まあそうですね、私なりに解釈すると、将来の心配が消えると多少今日を楽しく自由に生きることもできるのかなと思いますよね。みんな老後が心配だから貯金したりとか仕事にこだわったりとか、寂しくないようになんかね、こう配偶者を見つけたりとかあるのかもしれませんけども、なんかこの将来、時間が進めば進むほど豊かで、そして安心している、そんな気持ちになるんだったらいいんですけどもね。年を追うごとになんか豊かになっていくみたいなね、どっちかっていうと年を追うごとにどんどんやばくなっていくみたいなね、焦りが生じるのが世の中かなと思います。で、ここには死後体験することとかが書いてますけども、これは昔から言われますけど、まあ、ちょっと私はどうなのかなと思います。わかんないですね。で、あの世はないと考えるのは危険っていうふうに書いてますけども、あの世があるっていうふうに考えられない方もいると思いますんで、これは脳の構造かもしれませんし、やっぱりね、あの世ってのはこういうもんだよって言った人の言い方が悪くって、全く信じられなくなっちゃったっていうふうな、伝える人の責任もあるかもしれないんですよ。あの世にもネット地獄があるって書いてますね。たとえあの世に行けたとしても、なるほどね、あの世では一切の隠し事ができないって書いてますけども、プライバシーの侵害じゃないですかね。やっぱ人には知られたくないことってあると思いますし、やっぱいろんな気持ちとかね、隠し事っていいじゃないですか。別にやっぱりなんかね、心を許せる人にだけしか打ち明けられないことってあると思うんですけども、なんか閻魔大王みたいな知らない人がね、自分のこと何でもかんでも知ってるっていうのは人権侵害のような気がしますけどもね。自国に落ちないためのチェックリストがあります。認められたくて誇張したり嘘をついたりする。でもこれ肩書きも嘘みたいなもんですよね。あの会社の社長って言っても、大会社から一人会社まであって、社長の印象って言ってみれば嘘みたいなもんですよね。あとは元何々何とかね、SNS 等が中毒的になって気がなって仕方がないと。中毒ってどの程度が中毒なんですかね。少なくとも寝ている間は SNS やってないんで、ほどほどじゃないかなと思いますけども、そもそもね、服を着ることって中毒になってるのかなってないのかってなかなか判断しづらいと思うんですよ。その日々の生活の一部になっているとも捉えられますし、 SNS を病的にやっているとも言えますけども、なんか SNS が問題なのかどうかな。じゃあ SNS のフォロワーが0人の人と1万人の人、これによっても変わりますもんね。で、都合が悪いことがあるとすぐ怒りが爆発する。でもこれも人のそれぞれの持ち味、性格ですからね。いつも不満を感じ、他人の批判を言いがち。それ批判される人が悪くないですか。これ批判されるような行動をする人は悪くないですかね。現代科学で証明できないものは信じられない。信じられないけども存在するってものあると思うんですよ。例えば電波ですよね。電波ってこっちからこっちまで見えないですけども、でも私たちは利用してますよね。電波がこの世にあることを信じてる信じないじゃなくても、利用してるわけなんですよね。で、宗教を信じてる人をバカにしたことがある。いや、ありますね。それはありますね。私もね、宗教を信じてなんかおかしな行動を取る人とか、人に迷惑をかけてもへっちゃらな人とかね、ありますもんね。それはそこまでせんでもいいじゃろうみたいな、それはちょっとバカバカしいことすんなよとか思いますよ。で、ここで言いたいのが、宗教ってのは何なのかなってことなんですよ。多分幸福の科学ってのは、世の中の全ての宗教はここから生まれて発生したもんだよっていう風な考えなんで、全ての宗教にね、ものすごく融和的なんじゃないかなと思いますよね。そこはすごくいいことだと思います。宗教っていういわゆるマーケットですから、まあ、そこにはね、多少のライバル関係があってもみんな同じ方向を目指す仲間なんじゃないかなっていう風な考え方は私は好きだなと思いますけどもね。皆さんこれ読んだことありますか。どうでしょうか。じゃあ今回は以上です。